あ、自己紹介します。はい。ハマです。セリカです。ハマセリーです。よろしくお願いします。イエーイじゃないの。イエーイじゃない。あ、スタッフさんがハマセリー好きすぎて、なんと私、はい、3回目です。イエーイじゃないんですよ。でしゃばりやな、こいつらって2人同じなんやで、だって2回も連続やで、ね、2回にハマったから今日配信や、うん、お願いしますって言って、え、しかも多分別々で言われてて、そうそう、私も一緒って知らなくて、スタッフさんからなんか LINE で、うん、そのなんか「ハマちゃんショールームお願いできますか?」って「分かりました」って言って、誰なんやろって思った。そう、セリカも同じ、うん、でもうさっきよね、うん、ほんまにさっき、あ、今なんか遠い噂でセリカが配信らしいよって聞いて、あ、そうなで、さっき上がってくる時、え、セリカ配信、うん、もうそうだもんそこで知る、そう、まさかのほうれん草ができてませんでした。ありがとうございます。いつものことです。ほうれん草でした。スタッフさん、ハマちゃん推しか、いえ、あの、ハマセリ推しです。ありがとうございます。私たちが次回漫才するときは、そのスタッフさんが漫才を考えてくれるそうです。面白かったらやります。まあでも私たち腕あるんで、あの、全部面白くできますよ。あの、何でもかかってこい調子乗んな。でも絶対やりません。やっぱ価値あるんで自分で言うの、ハマセリのネタはやっぱね、価値あるんで、ただではできません。すいません、すいません、そんなことないです。あります。全然違います。読んでください。で、これそう、これ全部読まなかった、え、長っ、これ前もういいよ、このさ赤印だけ言えばいいって。あ、そうで、私たちがなんでこの配信をやってるかっていうと、まあ、宣伝をするためなんですけど、宣伝です。皆さんね、平日に来てほしくて、なんでかっていうと、もう土日はありがとう、ありがたいことにたくさんね、みんな揃えますし、そう、来てるんですが、どうしても平日来てほしいっていうことなんですよ。で、平日はもうすごく盛りだくさんなあれがありまして、そうなんです。何かっていうと、オリジナルブロマイドがプレゼントされます。はい、投げキスキャッチがあります、はい、サイン入りパンフレットプレゼントします、うん、で、これは全公演ですけど、撮影タイムがあります、うん、これも全公演、そう、あ、でもこちらもあります、日替わり3名によるお見送り会、平日限定、そうです、平日しかお見送りしません、そうです、お願いします。で、これは全公演ですけど、日替わりでお手伝いメンバーによる前説と前座があるんですけど、ここで変更です。これはあの8メンバーが前説と前座やる予定だったんだけど、今日17期生の方々がお披露目になったということで、飲みました、そう、キスバイ8の前説と前座に17期生の出演が決定しました。わーい。で、まあ、あの、詳しくはホームページで日程を見てください。あの、あと16分後に発表されます。20時半解禁なんで、はい、メンバーは見てください。あの、言えません。なんか日替わりで結構メンバーも変わってるので変わってますけど、あの、まあ、私たちは全然出ません。あ、私たちは、ね、はい、本編に出ます。で、これ平日限定で17期生によるユニット曲披露、うお、あ、もしかしたらそういうことか、そういうことか、ここでね、なるほど、もしかしたら骨骨ワルツあるかもしれません。わかりません、受け継ぎたいと思います。骨骨自分たちの歌でもね、もう あれ絶対もうハマたちの歌やから、もはやってぐらい私たちはやったんですけど、もしかしたらね、そうだね、骨骨ワルツもあるかも、あの、頼むやってください、骨骨ワルツやってくださいお願いします、字起こしでお願いします。難しい、難しい、歌詞難しい、すごい、あ、で、うん、ローソンチケットにて当日引き換え券が発売中、
まあ、詳しくはまあ8時半から見てください。私たちはもう大雑把にお届けします。でも今説明するより公式ホームページの方がめっちゃ分かりやすく書いてたので、うん、全部ホームページ見てください。はい、見てください。はい、これパンフレット多分もういっぱい見てると思います。はい、これです。はい、これです。ゲットしてね。これになんかサイン入りになります。平日は抽選で。欲しい欲しい、はい、いつサイン書くのって感じ。いつですかね。確かにサイン書くのいつなんだろう。でもまあ、お見送りの人だけですか、このサイン。わ、みんなですか。いやいや、みんなでしょ。22枚。え、な、何枚ですか。22人。あ、が、うわ、そうです。何、何枚書くんやろ。結構すごくない。これ結構 50?60。 静かに頑張れー。うわ、頑張れって言われて60。経理起こすんちゃう、本番中にこんなもん。でも今まで絶対できへん。狭いとかさ書いてきてたからさ。もうツアー終わったからさ、まあね、サイン書く習慣がないやん、まあ、サイン会もそんなやし。それはそう。頑張りますか。印象なるで。懐かしい。懐かしいねじゃない。懐かしいねじゃない。あんなみんな泣きそうになりながら書いてみんなで競争するんですよ。何枚書いた。そう結構書いた。1、2、3、4。まだ5枚しか書いてないっていうやつが毎年行われます。今回も行われます。あ、マネージャーに書かせたらいいやん。あ、いい案です。多分ね、これ60枚中50枚ハマのサイン入りで、10枚なくてもバレません。多分一個一個探す人おらんと思う。多分22人も探すことなんてある。だってある。絶対分からん。左右なって書いてこうかな。普通にサインじゃなくて。珍しい。逆に珍しい。ある意味サインだから。うん、ある意味サイン。ハンコでよくねっていうね。確かに。あ、ハンコで、一回でもね、あの言ったよね、スタッフさんに。あの、でも千何枚やった時はさすがにハンコして、ハンコで。そう。え、しかも日付とかも書かないといけなくて。日付、サイン、メッセージで折り紙折らなあかんかったりしたから。そうそう。だからもうスタッフさんに抗議したハンコにさせてくださいって。日付ぐらいはね。はい、却下でした。手書きでした。頑張りました。頑張りました。4周年が折り紙クローバーやった。クローバーね。あれはどうやってクローバーにしようと。しかも実家に折り紙届いて。そう、もうこんな分厚いの。緑折り紙家に届くことあるみたいな。折り紙がこんな届くんですよ、のりとともに。クローバーってめっちゃ折るの難しいから。う、ね、もうめっちゃ大変だったの。もうね、どんだけ時間かかったか。いや、ほんまに。あの、変な話ね、お父さんとかに手伝ってもらえると折るのだけは。わかるで。頼む。途中まで折ってみたい。折ってください。この家庭までは折ってくれって。あとは やるからって言って。浜家特製の折り紙やった。浜家特製の、もうじゃないとできませんでした。でも大切に保管してるやつ。え、それめっちゃ嬉しいやね。ほんまに頑張った甲斐があるなと思う。だってもう4周年の時だってもう半年、うん、半分前やから多分ボロボロやった。破れてるって。意外とでも保管してくれてると思うよ、そういうのって。折り紙、でもラジオの時に配った、あのきまだコロナとかがなかった時、キットカットをね、メッセージ入りで配ったんですよ。そういう時あったよ、トヨタさんのさ、やつもさ、キットカットのやつ配ったよ、あれ、まだ持ってる人いるからね。え、そう。え、中身入りですよ。中身入りのキットカットを、まだ持ってる人いる。チョコ入ってますから、中に。いや、それはやっぱ食べよう。もう、絶対に、もう食べないでください、絶対。だってさ、5年前のチョコ食べよってサイコパスやるなって言ってること。そんな感じで食べないでください。何の配信これ。すごい。エイトカンパン冷蔵庫入ってます。もう捨ててください、絶対に。それ沖縄の時、沖縄の時とかじゃなかったですか。どこでしたっけ。名古屋や。豊洲ピット。え、めっちゃ前やん。捨ててください、もうそんなもん。カピカピやん。
嫌な思い出になりそうもはや。17期生出まーす。出まーす。前座と前説ですけど、でもユニット曲を披露ということで、うん、歌って踊るとこは見れます。そうです。みんな年下でした。2001年の子が一人いるぐらいです ね, ね。みんな髪長いね。みんな髪長い。みんな髪長い。なんか配信見たけどみんな可愛かったね。もう垢抜けてたよね。ね、可愛かった。垢抜けてました。これからもっと垢抜けます。確かにみんな黒髪だしね、染めたりしたらもっと垢抜けますよ。はい、ということで、はい、あ、まだでした。ハマちゃんも来年二十歳やもん。もう二十歳です。そうね、二十歳もうすぐ。もうなんならもうちょっとは21です。はい、17期生さんに長野すりかさんにメンバーいます。似てる子いる？え、いません。あ、ね、なんかさ言われんねんけどあんま分かんない。え、昔の、え、髪型の話？昔のセリカの髪型の話ですか？あ、あ、初期のセリカちゃん、髪型やん。髪型、これは髪型やんな。でも昔こんな綺麗じゃなかったよ、全然。ハーフっぽい。ね、確かにハーフっぽい。喋、うん、ってみたいです、早く。私は、一回一人で見たときに、うん、17期生のメンバーがレッスンしてたんですよ。うん、で囲まれて、うん、マジでどうしようかと思った。人見知りやから、人見知りやから座ってて、うん、バババって並ばれて、うん、スタッフさんがさ、チームメイトの浜さやなさんですって言う。絶対知らんやん、もうチームメイトの浜さやなってどこのドイツやねんみたいな、知ってるやろ、うん、どこのドイツやねんみたいな顔してるわけ、みんな。いやいや、だからもうさやな下向くしかなくて、うん、こんにちは、浜です、よろしくお願いします。首いらず、でも目見てないから顔も見てない。人見知りすごいね。顔見知り、顔見てないから陰キャすぎてやばい、うん、もう陰キャすぎて顔見れへんかった。浜です、よろしくお願い。だってさ、あ、そうそう、浜サイラです、よろしくみたいな感じじゃないやん。エイトではこんなんだけどね。絶対違う。エイトや、エイトで、エイトでもこうやもん、後輩的な。喋らなさすぎて怖がられるもん。それは確かに。喋らへんのってさ、あれなんよな、普通に人見知り。喋りかけられないって喋れへん。普通に。意外すぎる。うん、チームメイトのこと知ってるんかな。でも絶対知られてないなって思ってたけど、ね、今日の稽古どうだった。そう、そういう話しないと。そうそう、それが肝です。今日の配信の今日の投資、いや私やっちゃうんじゃなかったんです。今日は先輩役で、うん、でも今日は昨日一回止め通ししたからいっぱい遊ぼうと思って、うん、いろいろなんか遊べるところを遊んだりしてました。確かに、うん、なんかリラックスしてできたかな。あ、よかったね、うん、セリフももう、ね、確かに当たり前やけど、うん、できるし、確かに。もう特に何、どうでした？でもなんかやればやるほどわからなくなるとこもある、逆にね。そう、やればやるほど逆に隙が見つけられるから、うん、なく、あの余裕ができて、うん、なんか遊ぼうとか、うわ、ここ見えてなかったからさ、ここをなんかこうしてみようとか、うん、逆に視野が広がって通しは楽です。確かに通せるとなんかある程度わかるしね。衣装は着てません。これから着ます。あのまさかの猫、私めっちゃ可愛いやつやと思ってたんです、うん、うわこれマジファン増えるわってずっと思ってたんです、うん、こんなん来たら多分みんな好きなんで、
猫やし、猫なんてみんな好きやん、そんなん嫌いでしょ、俺は負けや、うん、だから猫の格好しちゃったらもう浜推しみんななっちゃうよって思ってたけど、なんとあのドエロ猫でした、格好が、衣装が、なんかなんかあのファン増えへん、どうしようあのむしろ減る、むしろ減る浜ちゃん大丈夫ってなる衣装でした。でもなんか猫なのかさ、わからん、猫なんかあのまだ髪型とかもね、うん、まだやってない、そうそう、だからね、なんか猫なんかあのただなんか変態なコスプレイヤーなのかちょっとあの分かりません。何猫でもね、あのコスプレでなんか変態な、多分あのナナスちゃんの、うん、その誰でしたっけ、まさくん、まさくん、あの猫飼ってるね、まさくん変な趣味してます。そう、まさくんの趣味、あのまさかのセリカも結構やばい服装で、私ねちょっとやばいよね、あのなんかちょっとまさくんってこういう趣味なみたいな、ああそうね、ちょっとあのんなんかあうんまさくん、いや私の衣装は全然普通、清楚系やんな、でも、うんうん、私あの多分まさくん飼ってる猫、猫じゃないあれ、あれなんだろうね、あのコスプレさせてるね普通にコスプレさせてる、まさか結構ね、うん、あれ猫じゃないです、なんか想像してたのと違うかった、全然違うかった自分もね、うん、だから心配ね、ちょっと、ね、かあの普通に着リハ楽しみだね、うん、着リハ、あの私一番心配なのは普通にね、猫って四足歩行じゃないですか、四足歩行なんですよ、はい、うん、あの短パンじゃないですか、そうだな、ね、めっちゃ言ってるやん、大丈夫かなっていう、あの見えそう、見えそうあの心配、端の方の席の人たち、うん、心配、そうだね、最前の人とか、ね、見えそう、双眼鏡持ってきたらもう一発かもしれない、もう一発、見てもつぶやかないでください見ちゃった、ハマちゃんの、ハマちゃんの見ちゃったそれはあの胸の中にそっと とどめといてください気をつけてください。でも今回ね、どうなる衣装わかりません、でもあれかも着り走って変わる可能性もある、そうまだね着てない衣装とかもあるんですよ、そうそうそう、でまだ自分たちもまだどんな衣装を着るかあんまりねちゃんとは把握できてないから、うん、そうそう、まだです、これからですね、はい、これから一生懸命頑張りたいと思います。ライブはどんな感じですか、まだ何にもしてませんね、ほぼまだ、だって結構やる曲多いけど、でも全部こんなに違うよね、うん、日数、そう、どこで何の曲やるかっていうのをまだ私たち把握してないから、できひん、毎日変わるからそう13も14も15も16も全部違います、だから13日に何の曲をやるかはあの前日に分かります楽しみです、楽しみ、あもう一言やライブ短いのかな、ライブって私たちの気持ち的には結構ちゃんとやるよね、うん、短くはないと思います、うん、あのねコンサートぐらいとかじゃないけど、さすがにコンサートはやばいでもあの普通の外イベぐらいの曲数、うん、でもそれでも私たちにとっては多いよ、だって舞台してますから、そう舞台の後にまたライブって感じだからね、あの土日はもっと多いよね、多い人も多いし、多分人、いや同じぐらいでセットリスト、ああそっか、でも人が多い、うん、人が多いから酸素が薄くなります、換気してますから、うん、換気してますけど酸素薄くなるので、はい、なんかね、ちゃんと外出た時はいっぱい空気吸ってください、うん、キスはエイトってうちは持っていていいの、ブーダメです、あのペンライト持ってきてください、でペンライトないと結構困ります、うちは持ってきてほしいけどダメです、ペンライトはでも売らないんですよね、グッズだから、うん、家にある何でもいいです、あのもう変な話他のアイドルさんのでもいいです、あもう何でも何でも、あのとりあえずペンライトないとうちはダメです、あの 100% 楽しめませんので、はい、何でもいいのでなんか光るやつ、なんか光るやつ、そう100均で売ってるのに、うん、何でもいい、そうキットって光るのでもいい、
パキはちょっと危ない。あ、そう、あれ危ないんですか？液体とかがあるから。え、あれ危ないの？大体常識。え、マジ、うん、ライブでは大体常識。え、パキっていうのはあかんない。パキ液体こぼれたら危ない。あ、そうなの。だから電気です。ダメです。絶対電気です。お願いします。あの、何でもいいです。電気だったらいいです。光る頭で。じゃあピカピカに磨き上げといてください。本番ではね、あんまり輝いてもらったら困るんで、あの、ちゃんとね、帽子かぶって隠しておいてください。スマホライトダメです。こっちが眩しいんで、あの、撮影されてたら困るんでシンプルに、シンプルに絶対ペンライト系じゃないと無理です。マナーは守りましょう。はい、マナーを守ってください。光ればいいってもんじゃないんで。そうです。そろそろランキングへ長い、長かった。ランキングへ行きます、はい、ランキング。それじゃあね、ランキング、やりますよ。13位ヨッシーさん、ありがとうございます。12位まさかずアットウフフさん、ありがとうございます。11位無反応 BPM188 さん、ありがとうございます。10位キティさん、ありがとうございます。9位ケンケンさん、ありがとうございます。8位ジャリンジャリング、シン、あ、発音良すぎ、ジャリングシンガポールミューディーズチームエッツさん、ありがとうございます。7位まさのぶさん、ありがとうございます。6位はチョロアトリティさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位くんくんさん、ありがとうございます。4位香港の KK アット7レンジャーアットマークうなどりさん、うなとりどんさん、ありがとうございます。3位中心アットハマセリオ稽古お疲れ様さん、ありがとうございます。どうも。そして2位まぼろしさん、ありがとうございます。そして1位はトーイさんです、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今日は見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、本番もお楽しみに。お楽しみに。自分で嫌いはできないけどね。はい、ありがとうございました。バイバイ。